広小路です。ということで、ここは上野広小路です。ニコニコでご覧の方は分かったかと思いますが、BVE 側でカットしました。信号50、発車。一部不快に思った方にお詫びします。前回、渋谷の留置線からスタートしましたが、今回は、上野の車庫に入ります。お楽しみに、保安装置の関係で、この後大きな音が鳴ります。ご注意ください。改めて自己紹介するので、この動画を公開しているのは、一体何付きでしょうか。霧雨マリサと、編集は、やるときは進むけど、進むときは本当に進まない、霊夢です。さーて、このカーブを抜けると、上野駅に到着です。パターン危ないって。ここからは裏世界に行くよ。あ、どうも、あたい天才だから、校内の安全確認しながら、乗るよ。というか、今気づいたんだけど、銀座線の概要と、データの作者さん紹介してないよね。あ、なんであの時、質問箱やったんだろう。ここまで来たら、エンディングでやろうか。無理やり入れ込んでもしょうがないし、そうだね。もう少しで、入れ替え信号が変わるわず。入れ替え信号、よし、ATC 構内、よし。2番線の電車が、配送電車。どなた様もご乗車。降車終了です。ブザーよし、閉じ目よし、発車。もちろんここも35キロまでしか出ないんだぜ。この先の分岐で左に行って、車庫線に行くよ。これが車庫に続く線路だね。今日はどっちに入るんだ？今日は、地上の車庫線に入ります。ちなみに、この後、ATC 非接の区間に入ります。切り替えるために、1回止まってね。その際に、けたたましい音出るけど、びっくりしないでね。信号停止、一体どんな音なんだぜ。非常位置、よし。ATC 非接モード、よし。入れ替え信号は進行なんだけど、踏切が開いていないので、ここで待つよ。先に上がってもいいんだけど、坂道発進になると大変だからね。踏切開いたね。お、係員さんも旗振ってくれてる。では、行くとしますか。入れ替え進行、進路よし。気絶？切り替え、よし。お、銀座線、2回目の外なんだぜ。ワクワクするぜ。踏切、安全確認、よし。進路、3番、確認よし。
お疲れ様です。この後、2回、一旦停止位置があるよ。1回目は、留置線に入る直前、2回目は、10メートル手前だよ。一旦停止。よし、発車。それにしても、目の前が民家なのは驚きだね。10メートル、手前、一旦停止。よし、発車。突っ込まないようにね。突っ込まないようにね。なんで二人に言われなきゃいけないの。停止位置よし、非常、転倒防止よし。ここまで。第5回、第6回と2回連続で、銀座線を運転しました。ここで、改めて、路線紹介させていただきます。銀座線は、1925年に工事を開始し、1927年12月に今の上野浅草間が開業しました。その後、1934年6月に新橋まで延伸、その後1939年に全線で開通しました。銀座線は、1953年に、丸の内線が開業するときに名付けられました。今回、路線データ、車両データともに、グリーン、シャトルさんのものを使用しました。現在、配布はされていません。ただ、インターネットアーカイブを使ってダウンロードできるようですので、自己責任でお願いします。ということで、ここまでお送りしました。第5回。第6回、銀座線、どうでしたか？皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。それでは、次回まで、さようなら。ありがとうございました。